こんにちは。今回の舞姫大学は非常に私としてもね、心苦しい講義をしなければなりません。それは、アラフォー女性、アラフィフ女性の恋愛についてでございます。まあ、あの、多くの解決できてない要望といいますと、35歳あたりから、そうですね、45歳あたり、このぐらいの年代の女性がですね、私も素敵な男性と出会って結婚してみたい。 結婚までで恋愛を楽しんでみたいとそのために男性は若い女性ばかりを狙ってるけども何かいい方法はないんですかと久保さん何か年下男性とは言わないけれども素敵な男性と出会うチャンスは私たちにはもうないんでしょうかとまだ私は39ですよと。42ですよとまだまだいけると思うんですけどねっていうふうな形でご相談をいただくことがこの半年結構多かったんですよね。 で、これについては、A が B ですよ、C が D ですよっていうふうな、スッとした回答は私もないんで、今までどういうふうに過ごされてきて、今までの恋愛はなぜうまくいかなかったのかなっていうことの分析から始めてるんですよね。えというのがね、うん、やっぱり40歳の方が仮にいたとして、40歳の女性が仮にね、今恋愛や結婚に悩んでいても、きっとね、 二十歳前後の頃とか二十代前半の頃はそこまで悩んでなかったと思うんですよ。でもその時になかなかご縁に恵まれなかったりとかもっといい人が出てくるかもしれないと思ったりその時にね答えを保留したと思うんですよね。でその保留した時の、まあ、このお考えと今の考えこの隙間を埋めないと何も始まらないかなと思うんですよ。まあ例えばね いつでも自分はモテてるから結婚でも恋愛でもできると思って30代になっても40になっても、まあ、その辺20代ぐらいの感覚でずっといたとしたらちょっとこれは現状認識がちょっと甘かったかなと言わざるを得ないんですよね。なのに20代の時に知り合った男性お付き合いした男性以上のスペックを40になった今 期待しししてているるとととたらそれはちょっっ難くくななのかなと思うんですよやっぱりどんな女性も意識するように自分が若くて素敵な20代の頃に戻れたらと思うわけじゃないですかでも現実は今40歳っていうことを考えたら年齢がハでになるっていうことをやっぱり骨身に染みてると思うんですよねじゃあ失った年齢に引き換えるだけの20年を過ごしてきたかなとその20年で魅力的な 素敵な女性になれたかなっていうことが失った年齢以上のものがあればチャンスは残ると思うんですよね。それでも厳しいと思うんですけどもじゃあそういったところどういうふうに感じてますかって聞いたきにゴにョゴニョっとね口ごもるようだと私としてもねどういったところに行ってどんな男性と知り合っていけばいいのかっていうところからお話ができなくなっちゃうんですよ。かといって 何もやってこなかったからチャンスはないんですかっていうふうにズバッと聞かれてしまうとねそうとしか答えられないんですよねさすがにこれ相手の男性の側の気持ちになってみたら自分に対してひいきめに見れなくなってくるっていうのはこれ女性自身も感じてらっしゃることだと思うんですよねまあだけども私のところにねうんなんかこうお問い合わせをいただいてしまって 何とか解決しようと思った時にどのようにねアプローチしたらいいのかなと思ってねいまだに回答が出てないところがあるんですようんまあ少なくとも出会う回数を増やしていかないとどうにもならないのでそれは自分でやっていきましょうよと例えばこんな出会い方はどうでしょうかってことでその出会いの場所の提案をすることに今のところとどめているんですけどもこれが不思議なことにですねいやそれはちょっとできないんです っていう風に求められたアドバイスに対して返信をするとなぜかね受け入れてもらえないっていう現象が起きちゃうんですよいやでもとりあえずは素敵な男性がどうかわからないけども異性に出会う場面を増やしていかないと確率も上がらないしまあなんせ私のところに相談に来ていただいている前と出会いの数が変わってないとなると その少ない出会いの中で相手に選んでもらわないといけないっていうところでかなり不利だと思うんですよね。ですんで1ヶ月に10人とか20人っていう単位で新しい人に出会えるようなそんな環境を自分で作っていくと1年もしないうちに100人以上の方と出会えてそうなると確率は上がってくると思うんですよ。またですね触れ合って知り合うことによってより自分も客観的に見えるしどういうふうに振る舞ったら 自分は魅力的な女性ってことに気づいてもらえるのかっていう風なね、まあ、そこにも一つ発見がこう期待できるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんで私の場合は出会う場所を今ね広げていくための、まあ、アドバイスをさせてもらってるんですけどもなかなかこれがね行動に移せてないっていうところでもしかしたら、うん、異性に合うべきチャンスを自分で広げていくっていうところから。 なななんんとととかかしないいいけないのかなと思っちゃうんですよ、ねうん、まあ確かにね40くらいになるとかつて友人だった20代の頃に友人だった女性もそれぞれの落ち着くところに落ち着いてしまってそうなるとなかなかね、うん、まあ所帯を持った女性と持たない女性とがこの女の子同士の何ですか女子会みたいなのもどんどん減ってくると思うんですよ。やっぱり家庭持ちの女子会独身 アラフォーの女子会っていうふうに分かれてきて、独身アラフォーの女子会に入っちゃうと、みんなで出会いがないわけですから、そのまま行っちゃいますよね。そこに参加した女性同士でお互いを肯定し合って、愚痴って終わりみたいになって、その場は気持ちいいかもしれないけども、でも結局は状況変わらないってことが進んじゃうんですよね。いやそういうふうに考えるとねうん、そこに原因があるんじゃないかなと思うんですよ。でそこに原因って何かっていうと、 自己肯定感が相変わらず強いってことなんですよねだからこれが市場のいわゆる男性側の女性を見る目とどんどん離れていくってことなんですようんやっぱりねいや私なんて全然そんなことないですよっていう風に本当に思ってる人には謙虚さつつましさを感じるものなんですよでもこう言うとですねいや男の人はね女の人にそういう風な一歩引いたところを期待するけども男女同権じゃないのって私には私の主張がありますよっていう,ふうになるんですよ いうことをごもっともなんですよ。でも、男性の特質としてそういう女性を求める例は少ないっていうことに気づいたときに、やっぱりこれはね、本能でもあり、差がなんだろうなっていうところが大きいです。うんあの20代、30代、40代というふうに同じ条件の女性を並べられたときに、男性はやっぱりね40歳の方を優先的に見ないですよ。だから20代の方を見ちゃいますよ。 どういうわけか分かんないけど個人的な趣味なのかそれとも種族としてそういうもんなのかっていうことはいろいろ理屈はつけられますけどもでも結果として同じ条件の女性が年齢別に並んだらやっぱり20代の女性に目が行っちゃいますよねこれはもう本当にね男性は身勝手だなと思うかもしれませんけどもその身勝手に合わせていけばチャンスは見いだせるけどもその身勝手に反発すれば自己肯定感をそのまま守っていけば 振り向いてくれる男性はああこの人なんか面倒くさそうだなと思ってね合わないんじゃないかなと思うんですよ。もちろん立場を変えると女の人って男性をこういう風にしか見ないよねっていう風なうなまたね偏見はお互いについて回りますんでそういう意味ではうんまだねいい縁に恵まれてない男性も女性も同じところで悩んでると思いますよ。うんまあ、今回言えるののはそのぐらいかな本当にね なんとかしたいと思っているからこそなんとかできると思っているからこそ私もずっとこの問題は足踏みしてるんですよ、うんまあ、今回はこんなところでございますもしねあの奈美さんの方でお考えがありましたら何かアイデアをいただければと思いますそれでは今回の舞姫大学特別講義は荒ー女性の恋愛その成功のポイントはについてお話ししてみました皆さんどのような お考えをお持ちでしょうか本日は以上ですありがとうございました